続いての美味しいお店はヨーロッパの真ん中ドイツから。地方ごとに独自の文化を持つドイツは無数の観光スポットに恵まれています。ここクロースターシェンケは修道院に併設されたレストラン。こちらでは地元の料理を修道院で作られたワインとともに味わえます。前菜はターフェルシュピッツジュレ。牛肉と人参、ネギなどの野菜を彩りよく重ねてコンソメのジュレで固めています。見た目も美しい繊細な一品。そしてドイツに春を告げる旬の味覚がみずみずしいホワイトアスパラ。程よくボイルしたらオランデーズソースと合わせてシンプルに素材の持ち味を堪能します。こちらはスズキと野菜のコンフィ。ふっくらと蒸したスズキと低温の油でじっくりと揚げたトマトやズッキーニ、玉ねぎ、爽やかなレモンバターソースとよく合います。いずれも素材本来の持ち味を存分に生かした料理の数々。ドイツ観光の目玉ライン川クルーズでぜひ訪れたい街リューデスハイム。ワインと極上の料理を楽しめる修道院のレストランです。